はい、えー。皆さん、こんにちは。テクニカルナイストの森口でございます。株がもっと楽しくなるチャンネル、本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、以前、うん、個別銘柄を徹底分析するマガジンというね、有料月額制の配信しているマガジンの中で取り扱ったね、神戸物産があるんですけども、まあ、この記事をね、えー、まあ、まあ、過去記事なんで、若干ちょいちょい紹介するっていうのと、まあ、こんな感じでやってるよっていうのと、あとはこの神戸物産自体のチャートもですね、ちょっと面白い形になってきたかなというところで、えー、ちょっとね、紹介をしていきたいというふうに 思っております。まあ、ただあの、あくまでもこの記事とかもそうですし、あの個別銘柄を推奨しているわけではないので、えそこはですね、まあ、皆さんが、ね、考えるきっかけになれば嬉しいなというふうに思っています。あ、こんな情報をやってるんだなとかね、えこんなふうに見ていくんだなというのをねえ、ぜひ参考にしてみてください。でえその なんか、推奨してるわけじゃないっていうのが、やっぱりこの情報を鵜呑みにして、それをパッと買ってね、で、それでどこで売るか、どこで損切りするかみたいなのも決まってないまま買ってしまうと、大体高値掴みとか、ちょっとフラさ、上下に振らされて損切りで終わってしまったりとか、よくありますので、まあ皆さんがですね、ちゃんと、まあ神戸物産という株に向き合えようと思ったのであれば、向き合うきっかけになれば嬉しいなという感じで捉えていただければ幸いでございます。では見ていきましょう。 で今ね、どういう状況かっていうのを、ちょっとマーケットスピードのチャートから見ていただきたいなと思うんですが、神戸物産のチャートこんな感じですね。で、今日は日経平均株価179円下がっていて、昨日アメリカ市場もね、ちょっとなんかこう重たい感じで帰ってきたので、まあ、今日は下落基調強いのかなというふうに思って見ていたんですけども、11月、ごめんなさい、11時6分時点ではですね、一応プラス15円、0.47%のプラスということですね、になっています。で、これ見ていただいてわかる通り、冷やしでこの辺の 高値からですね結構ぐーっと下げてきてで、1月の21日にあの記事をね書いたんですけどもこの辺ですよね で、ちょうど、ま、この下落がチャンスなのかなというふうに思って見ていました。で、ここからですね、この黄色い線が200日移動平均線なんですけども、ここを潜り込んで、で、また上がり、潜り込んでまた上がりって、この200日移動平均線に何度もこう頭を押さえられている感じがわかると思うんですね。で、まあ、一旦下がった時に、ああ、まずいかなというふうに思ったんですが、一旦ここから取り戻していって、で、この辺のね、レンジを抜けるような形で、かつずっと頭を押さえられ続けていた200日移動平均線を上に超えてきた。で、できればもうちょっとできたが伴っているとね、 いいなというふうに思うんですが、まあ、この辺抜けてきたというところはね、なかなかいいのかなというふうに思っております。で、まあ、最近出たことで言えばね、やっぱりね、コロナウイルスの感染拡大が広がっていますよね。まあ、そんな中でもやっぱり業務スーパーを運営するこの神戸物産というものの業績がそんなに揺るがないんじゃないかというところで、まあ、他の銘柄を売ってですね、まあ、それでその後何を買おうと思ったら、多分神戸物産の方がまあ買いやすいっていうのはあるのかなというふうに、そんな感じで想像はしております。はい。で、この記事の中 で、ね、この神戸物産をとにかくこう徹底的にこう分析していた業務スーパーでやってますよという感じなんですけども、まあ、どんな感じでやってるかっていうのもねえ、ぜひ記事の方はぜひご覧いただきたいなというふうに思います。で基本的にはこのような形で、成長性、収益性、割安性、安全性、大化け性みたいな感じでね、やっていてですね、神戸物産はこんな形ですね。で、大化け性がね、まあ、実は全然なくて、目標株価も今よりも低い。で、結構割高なんでっていうのはもちろんあるんですけども、えただ、神戸物産という会社はですね、結構自家総 大きいですね7870円でチャートがですね、めちゃくちゃこう、まあ、上がってった過去にも天ガーを達成した超有料銘柄であることは間違いないので、まあ、強みとなる、ね、部分を見て成長余地を見てさらなる株価上昇がないのかっていうのを、ね、考えていったっていう内容の記事になってますので、まあ、ぜひこちらの記事一度ご覧になってみていただければと思います。で個人的には、ね、このコベプスさんの強みっていうのはすごく感じるんですよね。なので、まあ、ぜひ考えてみていただければと思います。はい、で最近出た内容で 月次情報ですね毎月月次情報がこうやってね、発表されているので,で、神戸物産すごいなと思うのはですね、この月次が大体売上とかしか出さないところが多いんですけども、売上とか、あとは売上総利益、営業利益、経常利益までちゃんと出してるっていうところがね、まあ、会社として、まあ、株主とか、まあそういう業績に向き合う姿勢っていうのがね、まずすごく出てるなというふうに思いますし、あとは2021年入ってからの、まあ今期入ってからのね、売上もですね、前年比で見て110%、120%、115%、 112%ということでまあ、非常にやっぱりねコロナが流行っていようが流行っていまいが安定した売り上げをねずっと出し続けているってうことがわかると思いますし売上総利益についてもそうですよね売上以上にねかなりやってるということでまあこういったコスト面のね状況なんかもどん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 改善していってるんじゃないかなっていうことが伺えるかと思いますまあ、こういった状況を見ればねやっぱりまあこういったところがどん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 ,どんね、えー 業績が落ち込まずに他の銘柄に対して優位性を持っていくっていうことは考えられるわけですから。今コロナが流行って、またあ25日から緊急事態宣言が出るということだと、もしかしたらこういった銘柄まあ、神戸物産だけではなくてもうすでに始まっている部分もありますけども、再びやっぱりこういったコロナ関連銘柄に対して物色が始まっていくのではないかっていうところをねぜひ非押さえておいていただければと思います。で、今日のこの内容に関してはやっぱりですね。こういった月次情報とかも見れますし、今後またね。決算とかもたくさん出てくると思いますから。 そういっった数字をしっかりと見てですねでかつ、まあ、もう第1波、第2波とかねあとは緊急事態宣言もね気がつけばもう3回目なわけですから、まあ、コロナがどれぐらい流行っている中でどういう業績をたどってきたのかっていうところをしっかりと確認した上で、まあ、投資先を選別していくっていうことがすごく重要なんじゃないかなと思いますしあとはまあこの記事の中にもありましたけどもやっぱりね、ね結構こうやって深く分析をしていくと、まあ、下の方にあるんですが。 成長余地ってどれぐらいあるんだろう、もちろん今のね、の PER で見ると高すぎるっていうのが当然あるんですけども、それ以上にですね、やっぱりまあ成長余地、長期的な成長余地があれば、やっぱりね、そういったところは買っていってもいいのかなと思います、どれぐらいでまあ投資期間を決めるかっていうのは、もちろん人それぞれなんですけども、お化け性がね、今短期的に見たら、こうやって目標株価は低いかもしれないけど、ただ長期的に見たらね、結構上がるんじゃないかなっていうところが、ですねどの辺で書いてあったかな。 はい。売上拡大余地はいかほどにというところですね。もうかなりこれレポート長くてですね、この下の方にね、えー、書いてあるんですけども、まあ、出店余地がどこにあるかっていう内容はね、まあこういった、まあ、フィスコのレポートから読み取っていますで。その中ではですね、大体そうですね、この中には、 九州エリアに出店が好調に推移していて、えー、まだまだね、物件さえ見つければ出店ペースは落ちることがないと。で出店余地は1500店舗ぐらいまでは可能であって、かつ今は900店舗ぐらいですので、まあやっぱり1.5倍ぐらいの出店余地はあるだろうということになっています。で、それが長期的に叶うかどうかっていうのを考えていったときに、やっぱり業績はね、しっかりとまあ継続しているわけですし、その後のですね、このすごいなって思うのは、 えー、神戸物産っていうのがロイヤリティですね。一般的にこう、コンビニとかと同じような形で。 ね、FC 展開してるわけなんですけども、ほとんどが FC 展開なんですが、その場合ね、こう、オーナーが、あ、本社に対してロイヤリティを支払うわけですよね。で、神戸物産の本当にすごいなって思うところは、ロイヤリティが仕入れの1%しかないっていうところですね。まあ、大手コンビニだとだいたあらりの30%から70%ぐらいという非常に高いロイヤリティをね、徴収してるわけですけども、まあ、別にロイヤリティでね、儲けようとしていないというところですよね。で、まあ、そこで、まあ、出店予知っていうのは、まだまだこれからもね、あるんではないかなというふうに思います けどもも、まあ、製造も、ね、自社ででやっているっているとうころで当然ね、えー、ちゃんとね、利益幅を確保できる高品質の低価格オリジナル商品を持った、えー、このロイヤリティを低いロイヤリティでね、出店できるというところで、まあ、店舗出店というのはね、これからもきっと続いていくんじゃないかなっていうこともね、仮説として立つんじゃないかななんていうふうには思っております。なので、まあ、中長期的に見たときにですね、まあ、このチャートも見ていくと、やはりこの200日移動平均線を一度割り込んだ、さすがに高かったねっていうふうに思われていたところから、何度も何度も頭をこう 抑えつけられていっ,たっていうところからそこをね抜けてきたっていう意味はね本当に結構強いんではないかななんていうふうには考えられるんではないかなと思います。あくまでも仮説であってねこれからまたまあこれをねまだこう超えて2日間しか経ってませんからこのあと。 コロナもありますし、全体そばが大きく下落するタイミングでは下落していくかもしれませんが、まあこういうふうにね、意味付けをしておくと、やはりまあ持っている意味がある。逆にこれを割り込んでしまえばすぐに損切りする意味になるということですから、まあちゃんと自分の株を持ってる意味とかね、買った意味とかね、そういうのをちゃんと意味付けして持っておきましょうね。それがやっぱりまあ目標株価を決めるきっかけにもなりますし、損切りの価格を決めるきっかけにもなると思いますので、まあそこはね、ぜひ重要視して見てみてください。ということで、 今日はですね、神戸物産のチャートから考えてみて、えー、で、神戸物産ってね、まあいいよねっていう話もありつつ、決して銘柄推奨ではないんですけども、 その中で重要なね、まあ、200日移動平均線を超えた。で、なぜだろうとかね、えー、そういうのを考えていったりとか、まあ、おそらくコロナだろうとかね、月次売上げは下がっていないとか、前回のこの売上げ利益も下がっていないとかね、えー、これからコロナで、まあ、やった、またこの緊急事態宣言が出て、コロナ銘柄が物色されていくんじゃないか、みたいなね、まあ、そんな仮説を考えていきました。えー、ぜひですね、まあ、神戸物産に関わらず、コロナ銘柄他にもたくさんありますし、他にも強みのある銘柄っていうのは本当にたくさんありますから、えー、ぜひ皆さんもですね、頑張って、その銘柄さん ということで、今日の中でも少しでも参考になれば、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。えー、また、えー、今日は金曜日ですよね。えー、先ほど、まあ、個別銘柄を徹底分析するマガジンではですね、オリエンタルランドの買い時を本気で考えるっていう記事を更新してますので、よかったらそちらの方もご覧になってみてください。で土日は、えー、こちらの YouTube サブチャンネルの方はお休みしておりますので、また来週ね、えー、月曜日以降、えー、やっていきたいと思いますので、引き続き見ていただけるという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また、毎朝、チャート分析、毎日、 チャート分析チャンネル、メインチャンネルの方では必ず毎朝7時半に動画を投稿しておりますし、この後土曜日はですね、17時にもね、動画を投稿していこうと思っております。今回特集はですね、移動平均線についてのね、解説をちょっと詳しめにしてみたいな、なんていうふうに考えていますので、午後を頑張って作ってね、午後のうちに撮影してね、明日の17時にアップしていきますので、ぜひメインチャンネルの方、毎日チャート分析チャンネルの方もぜひフォローしていただけると嬉しいなというふうに思っております。 ではまた来週もよろしくお願いします。さようなら。